1年度小樽商科大学商学部並びに大学院商学研究科入学式を挙行いたします。ご一同起立になります。礼。商学部竹内兵馬ほか556名並びに大学院商学研究科大辻春樹ほか44名の入学を許可します。学長式辞入学生一同礼。新年度から新しいビジョングローカル人材の育成のもとで再スタートを切ります。グローカル人材というのはグローバルとローカルを一緒にした言葉ですけれども、グローバル、地球規模の視野のもとに自分の置かれているローカル、地域や国の視点からものを考え行動する人材のことであります。そのような人材を経営マネジメントの教育の分野で育てることにあります。すでに昨年度からグローカルマネジメント不専攻プログラムをスタートさせました。そこではさまざまな実学的手法を用いた講義やインターンシップ、営業による授業、変換する必要のない給付型奨学金による海外留学制度を設けて皆さんをお迎えしています。我が国は低成長、少子化、高齢化、グローバリズムの影響、そして何よりも震災からの復興などなど多くの課題を抱えています。皆さんはそういう中で生きていかなければなりません。以上、ただいま小樽商科大学商学部に入学を許可されました。この上は学則等に従って学生の本分を守り、学業に専念するとともに人格を陶冶し、本学の歴史と伝統を引き継ぐべき学生となることを誓います。平成28年4月4日小樽商科大学商学部入学生代表竹内兵馬。Yeah.